あります。もうじき俺の彼女の舞台がある。彼女が舞台に？ええ、そうなんです。絶対に桐生さんも。ほう。場所はピンク通りになります。ですよ、来てもらえて嬉しいです。実はここで俺の女が、これもちろんご招待です。ゆうやの女がたまにはいいかもな。でしょでしょ。ではご案内します。もう踊り始まった。今踊ってた彼女、あれでなかなか人気なんで。ほう、そうなのか。俺も最初はもう次の子の始まります。続きまして白鳥うららの登場です。皆様舞台に上がりましたら。なんとか。お前は？うん、こっちは何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前は。うわっ、ミア、ユウヤ親殺しか。本当か。公園前通りにある誤解所です。公園前通りの誤解。ミユが、ミユが危ない。キルさん、俺に何。待て、俺が行くまで動くな。ダメです、
もう時間が。おい、ゆうや。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつらが。チンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのか、てめえは。堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か知んねえが、甘っちょれえ組長よ。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で嫌どうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ。切れ。親殺しの楽園は。背負ってくさ。キリュウさん。巻き込んじまって悪かったな。もう俺に近づかない方がいい。なんて言っていいか分かんないっすけど。キリュウさん、何でもかんでも背負い込んじまって俺には真似できないですよ。キリュウさん、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカ、お前そんなもん渡してどうすんだよ。